皆さんこんにちは。イインスパイのことです今日も Ustream を使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けします。今日もよろしくお願いします。 はい、今日はですね実は久しぶりに楽天市場のことについてお話ししたいと思うんですが実はですね楽天市場の出店数がどうなるかということについては過去にちょっとブログを書いてるんです、ね、ちょっとそちらの方を振り返っていきたいと思いますがこちらをご覧くださいいどうぞはい、ちょうど5年前ですかね2015年の3月8日にですね楽天市場の出店数は4万点切り目前。 5ヶ月連続減少で推移というですね記事を書きました。で、これ結構バズってですね、話題になった記事なんですけど、まあ、これからですね、まあ、5年ぐらい経ったわけなんですけど、さあ、どうなったかということで、まあ、今回ですね、久しぶりにこれについて話すということは何か変化があったということなんですけど、では、ちょっとね、この5年ぐらいをですね、ちょっと振り返っていきたいと思うんですけど、ここにですね、いろいろこう出ているんですが、 見ていただきたいのはですね、ここら辺なんですけど、ちょっといっぱいありますが、はい、えー、ちょっと拡大しましょうかね。よいしょ。拡大しますか。はい、えー、こうずーっと見ていきますと、2013年ぐらいね、ずーっとこれ、あの出店数がずーっと右肩上がりに伸びているとこなんですけど、で、この辺からちょっと数字を、あの増減を入れているので、ちょっと見ていただきたいんですが、で、この、 2月の3日にですね、マイナス12っていうのがあって、こっからですね、マイナスマイナスっていうのはついたりもしてるんですが、で、一番ね、なったのが、この2014年のこの辺にですね、こうマイナスになっていくわけなんですけど、これ何が起きてるかっていうことなんですが、えっ、ー、とですね、これは Yahoo ショッピングの無料化っていうのがあって、これ、これによってですね、これ入れてるかな、それによって、 影響を受けてですね、みんなが楽天を辞めてヤフーショッピングを行くようになってですね、でそこからこ,うこれが始まっていくわけなんですけど、えー、この2014年かな、この辺に出てると思うんですが、出てないかな。で、そこが大きい始まりなんですね。で、その、どん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 マイナスになっていく状態が続いていたんですけど、これがね、実はさっきの、この記事が2015年ですから、 こここのマイナスが続いたり、えー、ここですねでここの3月2日にの後に僕は書いてるわけなので4月まではマイナスになったんだけど実はこの辺が4万切るかどうかっていうとこが結構ですねギリのとこでここを機にですねプラスに転じていくんですね。でプラスに転じていってい で、またこの辺、2016年5月ぐらいにまたマイナスにこう落ち込んでいくんだけど、なんか2016年12月には、なんかいきなり1760とかですね、膨大な数が増えたりとかして、で、これを機にですね、マイナスっていうのが徐々になくなっていって、で、この2018年2月25日、ちょうどだから2年ですね、2年間は、ずーっとね、綺麗に右肩上がりで増えていったんですね。で、これによって、ついにですね、 この2020年に入りまして、はいえー、ここですね、はいえー、3月3日にですねついに239増加して、5万55ということで、 5万店舗の大台に乗ることができたわけですね。で4万点を切るんじゃないかっていう僕のその予測からですね気づいてみればこの5年の間にですねその5万点というですねとこまで復活した楽天市場は、まあ、復活したというかですねさらにこう踊り場を越えて上に行ったっていう楽天市場は素晴らしいなということに思っていたんですねでまあこのまま行くのかなと思っていたら、まあ、皆さんご存知のように 楽天市場の送料無料無問題ですねこれを受けてですね、まあ、結構やめる人とか反発する人がいたりとかしてでついこの間昨日ですね発表された数字によりますと、はいえー、4月9日現在で 4万9655ということで、ついにマイナス400というですね数字を出して、5万を切るということになってしまいました。ということで、まあ切ったところで、まだですねまあこの 1, 1ヶ月だけの話で、まだ全然ね多いんですけど、まあ、これはこのあと、ね、また5678とねどういうふうな推移を保っていくか、ちょっとね見守る。 価値あるかなっていう、えー、ちょっとですね、えー、珍しく2年ぶりマイナスに来ましたからね、まあ、今までもう2年ぶりの前もですねマイナスに行くことあるんだけどでもまあ10とか155とかで1ヶ月でこう戻ってきているので、まあ、実質は2016年の11月ぐらいを最後にですねこのマイナスのムードっていうのはなくなってるんでこの時は4万2000でしたからここからねあのこの5万まで復活したのは素晴らしいと思うんですよね。 でこれにはまあいろんな方法があってその、えー、と出店料安いプランを作ったりとかですねで営業も相変わらずかけまくってるし で今、あの楽天ペイね、えー、そして、あの昨日も動画で話しましたけど、楽天モバイルなんか出したりしてですね、でそこからまたこう、えー、誘導とかしていくんでしょうから、まあまあ、あの大きく見ればね、あのー、困らないと思いますし、何と言っても今ですね、この新型コロナウイルスの関連で、こうネット通販がですね、やっぱ増えているので、 やっぱりねあのデイリー、あの、出るの禁止、外出禁止になってるから、だから通販で物を買ったりする人も多いし、まあ、楽天の今、ランキングの上位がですね、とにかくマスクだらけ、マスクと、あと、えっ、ー、と、アルコールの消毒液、えー、だらけ、もう本当すごいです、上位がね、軒並みそれになってますけど、そんな感じになってるので、まあ、あのそれなりに楽天市場としてはね、あの、こういい感じになってるんだけど、 まあこの出店数が減ってくるってことは、これからねその中の人がその同じようなカテゴリーの人がいた場合にまあライバルが減ってくれればですねまあ誰かのとこがその,その分を食っていけるのでまああの楽天市場本体で見れば出店数が減るっていうことはまあ変にこう効率化するっていうことなのでまあ悪いことはないですね。もちろんその出店量がね入らなくなるっていうのは大きいですけどまあそれよりも この市場自体、まあ、出店料なんてね、この400減ったところで400かけ、4 0 0あ何万円減るぐらいですから、まあ、そんなものはですね、楽天市場の売り上げ規模から言えば大したことなくて、えーとまあ、しかもね、辞、えー、めるとこっていうのは、まあ、そんなにこう,うまくいってないとこだから、まあ、逆にそういうのはねこう整理して、えーこう、より効率化していけばいいっていうのは。 わからんでもないんですけど、まあ、あのこの出店数のマイナスっていうの続くようであればね、ちょっと気をつけなきゃいけないかなということで見ています。まあ、特にね、このヤフーがあの今回、ZOZO、まあ、タウン、えー、買収しまして、そして今年の秋に LINE と経営統合するって話になってまして、そして先日もトとねあと提携するみたいな話になっていて、まあ、そうするとこう、えー、通販から物流までの一連の流れっていうのが今回ね、初めて えー、日本の企業さんで初めて実現できるんですね。その、えー 物を売るとこから物流まで amazon に関してはその物流のその出荷のとこまではね自分たちが倉庫を持って、えー、その代理でやるってうとこまではできていますけど最後の物流はヤマトさんとねちょっと切った関係でまあ、佐川さんだったり他のとこを使って今やってますけどでこれをヤマトさんとヤフーがこう組んでいくことになればその最初から最後まで全部ですね、えー、こう オールインワンに、ねえー、なってきますのでこのまさにこの新型コロナウイルスの問題を受けてですねより今チャンスがあるのは確かなんですよね。 でペイペイですね、ペイペイモールを作ってですね、そしてペイペイユーザー、今2500万ユーザー、2600万かな、2500万ユーザーぐらいまで来ましたので、このユーザーをペイペイモール、ペイペイフリマの方に誘導するっていう流れができつつありますね。これは大きいです。今まで楽天でしか買わなかった人がペイペイ始めたことによって、ペイペイモールに誘導できてるし、そしてゾゾタウンで物を買ってなかった人がゾゾタウンで買ったりっていう動きが、僕の周りでもですね、確認 でできているのでだからこのようなことは、まあ、まさにこうヤフー、LINE、えー、この、えー、大きいですね、えー、形の中でできていくと思うし今 LINE ショッピングっていうね LINE の中でショッピングありますけどこれも、えー、おそらく Yahoo との経営統合の中で、えーまあ、おそらく PayPay、えー、モールとかと連携っていうことなんかができてくればですねまた、えー、一つ大きい動きが出てくるかなって気がしているのでこの、まあ、出店数がマイナスっていうのを機にですね こう楽天さんの、えー、これからっていうのがちょっと見も、まあの。楽天は楽天でね、またいろいろ手を打ってくると思うので、えー、僕はね、あの前にも動画で話しましたけどで、手を振る一番いいのは楽天レジを作ることだって前も言いましたが、とにかく楽天ペイを作って、そのどっちかっていうのはね QR コードではなくて、その電子マネーの方に力を入れてるって言われているエディの方に力を入れてるっていう楽天なんですけど、ここはですね、あの楽天レジ。 えエアレジに対抗する楽天レジっていうサービスを出してですね、で、決済からレジまで、えー、オールインワンパッケージを実店舗で、えー、用意するっていうことをね、僕絶対やった方がいいと思ってるんですよ。で、それはなぜかっていうと、それができるとですね、その実店舗でどういうものが売れてるかっていうデータを、えー、ゲットできるから、もちろんそれは、その例えばネイルサロンとか、えー、そういうところのデータも入ってくるかもしれないけど、まあ、それを置いといて、小売店の情報、 がが、えー、獲得するることができるかもしれないそうすると実店舗でこんなものが売れてるってことが分かればそれをね仕入れるっていうこと、えー、仕入れるじゃないやそれをそんなに売れてるんだったら、えー、ネット通販で売らないみたいな営業もできますよね。 だから、ネイルサロンにおいても、例えば美容室においても、そんなシャンプーが売れてるんだったら、ネットで売ってみないみたいなこともできたりするので、そしてネットとねリアル、これを融合していく意味でも、レジ、カートシステムをですね実店舗にそのアナログとして用意するということ、レジ本体をね用意するということは、かなりね効果があると思いますので、この いわゆる AirPay の AirPay のと a i r ジのようにですね楽天 Pay と楽天レジのようなクラウドの仕組みっていうのを作っていけば僕はねかなり可能性があってかなり掘り起こしができるんじゃないかなと思うんですよねでそのえと当然だって AirPay なんとかもそうだけど商品登録してですねレジを使えるようにするってことは商品登録するってことはそれをそのまま登録したものをですね楽天市場に出店できるようにすればいいだけですよね あの、だって商品名と値段のとか入れてるんだから、同じやり方するのか、値段を変えるのか、商品社に入れるのか置いといて、まあ簡単に売れる仕組みを作れます。もちろんね、そんな簡単に世の中うまくいかないけど、でも実店舗に来てる人に、楽天市場にお店出したから、えっ、ー、と、ね、今外出禁止になってるんだったら、だったら自分のお店のネット通販で買ってねって楽天で買えるよって誘導すればいいですよね。いわゆるオンラ、あの、えっ、ー、と、 今、即席、えー、ストアですね、えー、が出ているような時代ですね、えー、ベースストアーズの時代なんだけど、ここに楽天がレジから簡単に、えー、簡単な、ね、即席ストアができるよっていう仕組みにしていけばですね、そうすると、あの実店舗を持ってる方でも、ネットで、ね、お客さんに、ね、地元の人に買ってもらうってことができるようになるので、かなり大きいと思うんですね。で、もう一個ですね、最後に話したいことがあるんですけど、実は楽天市場の話と、もう一個ね、ちょっと気になっているのが、 楽天トラベルなんですよね。で、これあの、ずっと毎月僕がデータを取ってるものを今出してるんだけど、ちょっと最新のを出しますね。ちょっと見ていただきたいんですけど、2020年の、えー、データをちょっと出しますが、えー、この辺からかな。はい、ちょっと見ていただきたいんですけど、2月、2月ですね、えー、宿泊予約が654万ありましたと。で、これが3月になると563万になりましたと。 えまあ、これ万万ぐらい、ね、90万ぐららいい減ったわけですねそして4月に出ている数字で493万になるとこれは1ヶ月ずれているのでってことはまた70万減りましたってことでこの234っていう数字を見ていくと減っていってるんですよねで。しかも2月から比べて654から493っていうのは160万博ぐらい減ってるんですよ。 160万吐くって言うけど650で考えたらこれ3割ぐらい減ってるんですよね 2, 2割以上減ってるわけですよね。でこれは去年の数字を見るとですね去年の数字の2月を見ると625から3月の599で、まあ、ちょっと減るんですね。 減るんだけど、これまあ実質2月ですから減るんだけど4月になると667ということでこの2月の数字つまり1月ですけどより上に行ってるわけですよ。ところが今年はマイナスになってるっていうことはつまりこれはですね今あの飛行機も大変だし旅館も大変だしあの旅行代りでも大変なようにですねみんなが移動しなくなったので宿泊しないわけですよね。 ってていう影響がももろ楽天トラベルの方にも来てるんですねでこれはかなり大きいですねその楽天トラベル自身の,その売り上げが落ちてるっていうこともかなり厳しいですけど、えー、今度はそこに入っているです、ね、旅館さんも当然大変なわけなんで。 だから、その、面白いですよね、その楽天市場というネット通販の方は、まあ、出店数減っても、多分売り上げは確保できてるし、さらに伸びてると思うんだけど、えー、今度、楽天トラベルの方はですね、実は外出によってですね、 えー、苦しくなってると。じゃあ、その2つを差し引いてどうなるかっていうこと、そして楽天は新しく楽天モバイルやってですね、それでどのぐらいカバーできるか、もちろんたくさんアンテナだったりとか、お金もかかっていくので、えー、かなりね、まあ、楽天ペインも含めですね、今後楽天の動きが注目っていう感じになってきました。今日はね、最新情報をお伝えしました。インスパイのおでした。ありがとうございました。バイバイ。